どうもかげやんです、えー。人生で何が重要かと考えるかと、何が重要かと考えるかということについてお話したいと思います。えー、人生にとって何が重要かっていうのはこう人によってこういろいろこう違うと思うんですけども、あのー、まあ現役現役っていうかその仕事を持っていると考えた時にですね、えー、まあ自由か安定かと。 まあまあ極端な例になりますけれども自由か安定かっていうところでこう考えるとですねえ僕の場合はえやっぱりその人生の中で言うとその自由自由度自由度が高く,高くなることがこう結構僕の中で重要だとえ特に今はそういうふうに感じています。だからですねそのまあ僕もそのえまあ スタッフとしてねこう働いた時やったりどっかにこう勤めたりとかこうしてたことがあったんですけどもやっぱそこにはこう自由度がこう少ない,ない状態ですね少ない状態、えー、いろんな意味でこう強制されるところがあってですね、えー、それはすごく窮屈に僕は感じてたんですよね、えー、そこの人間関係も、えー、今やもうないんですし、えー、やっぱりそのあまりね僕にとってはこう そこ,のそこの価値はないというかあまりそうですねちょっと多少ねそれがあるから今の自分があるっていうのはあるんでしょうけども、うん、そこまでそのなんかこうどっかの組織に入ってこう やるっていうことに僕は魅力を感じないです。それよりもこう自由度のある人生をこう歩みたいなというふうにあります。で、自由度っていうのもその自由度の幅をこう広げていきたいと僕は考えています。で、最終的にはあのお金の制限を感じることなくこう自由にこう自分の活動ができる状態にする、えー、っていうことが僕の目標というか目的にこうなっています。で、そうするとですね。 もちろんその会社員であったりそういう会社の組織に入るんではなくてですね、えー、独立して自分でやる方が自由度がこう高くなるんですね。で自由度は高くなるんですけどもそこでこう一緒についてくるのが不安定さですね不安定さ。えー、どっかに勤めればね一旦安定される。 まあお金のこととかいろんなことでこう安定な生活にこうなっていくと思うんですけどもえーそれは全くこう基本的にこうなくなりますよね。その独立して自由は得れますけどもえ安定的な収入とかですね えー、そういう、まあ、安定的なこう、まあ、人間関係というかなんかそういうねものっていうのはもう全くこうなくなる状態になってこう、えー、ゼロからこう作り上げる、まあ、独立する時にですねそのお店の、えー、自分のを指名してくれたお客さんとかをこう、えー、自分のお店へこう誘導するっていうことはできるかもしれないんですけども、えー、基本的にはゼロからスタート。僕の場合はもう でゼロからスタートしてですねで、えー、最初の頃は、えー、まあ指名してくれた人がこう来てくれたりとかそういうことあったんですけどもやっぱ遠い場所やったりね、えー、もう県が違ったりとかそういうのでこう1回は来てくれたりしたんですけどもなかなかやっぱ続かない状態やったんで、えー、ゼロからこうスタートでそこからこう、えー、なるべくこう安定するように売り上げがね 安定するようにこう持っていいいいいかないといけないというととけうこまあ試行錯誤の連続というかそっから僕のまあいろんなこう戦いというかそういうものがありましたねほんでえー今ちょっとねえいろんなものがこう,こういう形というものがこう自分の中でできてきてですね少しずつそのお客さんがついてきてくれる状態にこうなったかなというところなんですけども。 えー、これができたっていうのがですねやっぱりその僕が今ほんまに思うのが自由度をこう重要にしているからこう今まで続けてこれたんかなということとです、ねえーまあ、自分を諦めなかったということですね、えー、自分自身を諦めてもええわとこう投げ出してです、ねえー、またなんかこう会社員に戻るとかね、えー、そういうことをこうしない状態になったと。 いうことが僕の中でで大きかったですねそれとですねやっぱりその収入的に少なかった時に、えー、その仕事外にですねこうアルバイトとかね、えー、そういうものをこうしていたんですけども、えー、それがやっぱりこうすごく苦痛でですね、えー、自分を諦めないのと自分がそのあのー、ある程度こうできるというかそういうのもこう。 ひいき目に見てとかじゃなくてですね自分である程度これはやっていける状態であるっていうことが分かってたんですねでですねやっぱりそのバイトしてる自分がこう許せない状態になってたんです。で、えー、今考えるとですねそのバイトの経験っていうのはね、えー、僕にこう教えるものがあった。 ためそれをこう、えー、強制的にそのバイトをしないといけない状態になっていたのかなと今考えると思いますね。例えばですねレジ打ちありますよねレジ打ち僕してたんですけども、えー、それはねレジ打ちってそのしたことない人はそのしんどさわかんないんですよねレジ打ちのしんどさってわからないんですけども、えー、レジ打ちをするとこんなにこうちょっとこうストレスがかかって るる状態にななんだなとですごく時間がすごくたた,た,たないとかですねそのお客さんによってそのスーパーによってですけどもやっぱりあの質の悪いお客さんとかも結構おられるんでですね、えー、よくこうイライラしたものですねでちゃんとこう出るとこ出てやろうかっていうような感じの気持ちにこ,うさせこっちになってしまうようなお客さんもいたんでですね、えー、だから そそういううういい意味ででうう経験をこしたのは大きかったですね。だから僕はレジをしてもらってる人に対してはやっぱりこうありがとうございますっていう気持ちをこう持てる状態になったということでやっぱりそれは必要だったんかなと思ったりですねあと、えー、僕がそういうリラクゼーションをやってるんでですねそういうマッサージ店にこう夜にこうアルバイトというかね 請負になるんですけども夜の時間帯だけね夜中の1時までですね働きに行ったことがあったんですけどもそこでねこうやってるサービスで今も取り入れてるものっていうのがちょっとあるんですねでこれはやっぱりちょっと大きかったということとそのオーナーがですね結構言い方でですねこう僕に冷蔵庫をくれたりとかねあといろいろこう、えー コップで、今も使ってるんですけどコップいろんなもんくれたりとかねいろいろしてくれたんでそういうところとかね、えー、若い方やったんです僕より若い方なんですけどもそういうことをしてくれてほであとサービスでこう「あれ僕ちょっと店に入れさしてもらいますわ」言ったら「もうどんどんパクってください」言ってくれたってほんで、えーまあ、今面積事項とか僕書いてもらうんですけどもそういうのもね、えー、こう、まあ、入れる。 そのきっかけになったんでそういう意味で言うとですねいろんなものをねこう売り上げが僕その何て言うんですかそれなりに立ってしまえばですねえそういうところで行く必要がなかったんでそれを学ぶこう機会がなかったんですよねだからその売り上げが低い状態っていうのをえ作り出す必要があったというか変な言い方ですけども逆説的になりますけどもそこは低い売り上げが少ない状態で僕はバイトに行かない状態が ないとですね、その経験ができないんでですね、それが必要であった。その売り上げが少ないっていうのが必要であったのかなと今思います。で今ちょっとこういろんなことが分かってきてですね、あのー、安定してくる状態、ちょっとずつこう安定に向かっているという。でこっからちょっとね飛躍させていく状態と、また新しいことにちょチャレンジしていくことになっていくんですけれども、で。 その僕にとって人生にとってこう重要なのは、えー、自由度とで自由度をつかむためにいろいろ苦戦している、えー、まあ戦っている、えー、勉強しているいろんなことがあるんですけども、あのー、それはね人それぞれ違うですけども僕はもうかなり自由度っていうのがすごく心地のいい状態になるんでそれを作り出すためにはいろんな活動をしますしでまたやりたいこともどんどんやっていきます。それが自由,や自由の 自由度の高さになります。で、お金も必要になるんで、その辺をしっかりとこう稼いでいく形をこ,うこれから取っていって、その自由度を安定させる状態ですね、それを作り出していこうというふうに思います。それが僕にとってこう、ある程度こう重要なことになってるかなというふうに思います。ということで、今日はですね、人生にとって何が重要かっていうことですね、についてお話しさせていただきました。では、今日もよっしゃーでいきましょう。どうも、ありがとうございます。